リアルなリンクのね、トレーラームービーを作って E3 で初めて公開した年があったんですけれども、あの時は本当にリアルなゼルダが帰ってきたっていうんで、さ、ファンの皆さんでスタンディングオベーションで迎えていただいたんですけど、これはなんかとてもいいもんできたんじゃないかなっていうような気がしてました。一番最初のトレーラームービーを発表した際に、実際にロサンゼルスまで行って E3 の会場でユーザーの反応を直接手に取って見ることができたのはすごく貴重な体験でした。その後の辛い制作もかなり励みになって頑張ることができました。まあ、自分たちが予想している以上にトレーラーを見たお客さんが、まあ、すごい喜んでくれたり、立って拍手したりとかしてくれた映像を、まあ、見て、まあ、頑張って、作って、まあ、よかったなと、まあ、このお客さんたちに、まあ、この作品をちゃんと、まあ、ゲームも届けないといけないというちょっと緊張感というか、そういうとこもすごく当時感じたのを覚えてます。やっぱり、リアルなゼルダということで、まあ、オカリナも、まあ、そういう時のオカリナっていうのもそういう方向でしたけど、その後風のタクトっていうのはちょっとトゥーンのアニメーションみたいな表現にして、いろいろその表現の方向はいろいろやったんですけど、やっぱりユーザーの方々はリアルな世界が好きだみたいなことがあったんで、そのリアリティみたいなものをどうやってそのゲームの中で生かしていくかみたいなことを、まあ、一生懸命いろいろ考えたんですよ。やっぱりその世界のスケール感であるとか、そういうものがもう本当にこう、臨場感を持ってその感じられるような、そういう世界を、作り上げようと一生懸命やったのがこの、トワイライトプリンセスだと思ったので、そういうふうにその世界を、なんでしょう、こうリアルに感じてもらえるものになってくれたら嬉しいなと思ってましたね。トワイライトプリンセスの、まあ、開発中はとにかく、まあ、時間もなかったし、常に困りながら開発はしていたんですけども、当時そのミドナのヒントを書くために教えてもらっていたような、そのフィールドの情報とかをあえてあまり見ずに、どういうところで詰まるかとかを考えて、でその時に今適切なヒントを書こうとして、ダンジョンを攻略していたんですけども、本当にもう解けないところがあって。結構休日だったか遅い時間だったかで、チームの他の人にその時に電話をして助けてもらったのを覚えています。当時開発の時にすごく、みんなで言ってたのは、前作のダンジョン数であるとか、まあ、謎解きであるとか、そういうところを、まあ、以前よりもたくさん入れたらお客さんを喜ぶかなと思って、まあ、チームで、話をしていました。各シチュエーションによって新しい敵がどんどん出てくる、使い回し感のない敵、常に新しい体験をしていただきたくて、かなり多くの敵を準備しました。火山なら火山、水なら水、砂漠なら砂漠で、その状況に合った敵を作ることができたので、新鮮な気持ちでユーザーの方に敵との戦闘を楽しんでもらえるように仕上げられたんじゃないかなと思います。トワイライトプリンセスはエポナに乗って剣が触れるような状態になってですね。だから馬をこう自分で走らせながら敵と戦ったりっていう、時のお金などではできなかった時に、またさらにこう、いろいろできるようにしてるので、そういう部分っていうのは楽しんでもらえたように思います。イノシシの敵に乗って、戦ってくる敵がいるんですけど、そいつと剣戦闘で戦うとこがすごく好きで、当時開発してる時にも何回も戦ってたのを覚えてます。トホホメールっていうのがありまして、これ英語にも直すの難しいと思いますけど、宮本さんがですね、このゲームを遊んで、僕はこう思って遊んだけど、なんか違うんだよね、おかしくないっていうようなことを、まあ、僕にメールをくれるわけです。で、必ず最後にトホホって書くんですね。トホホってのは、まあ、残念だなっていうような意味合いですけど、ある日ですね、電車に乗ってたんですけど、僕の携帯に そのトホホメールがやってきた時は、さすがに驚きまして、早く会社に着かなきゃいけないっていうんで 車両を移ったりとかってなこともしたっていうね。そんなことしても全然早く 着くわけじゃないんですけど、そんなことをやった記憶があります。それぐらい宮本さんと一緒にそのこのトワイライトプリンセスをですね、最後仕上げるのに力を入れてたっていうね、そういう記憶が残ってますね。
世界中のゼルダファンの皆さんに楽しんでいただけていたなっていうのは覚えています。特にミドナとか新しいキャラクターなんかもすごく支持していただいてましたし、そこで作っていた時の苦労は報われたなっていうふうに嬉しく思っていたのは今でも覚えています。